高さ的にこの上だと向こうとはつながるんだよ。ただあれがちょっと低いからあそこにつながんないから、あれを我慢してあの橋の向こうに自分で建てる、300のところで。だったらあそこに建てたいよね、あの高いところ、間の。いや、でもどうか。いや、どうか。240。ちょっと待って。ここだとなんぼ？ちなみに。ここだと242なんだ。ちょっともったいないね。まあ、でもいいとこかな。この向こうったらそっちでしょ？で、そこだと多分引っかかると思うんだよね。さっきあそこからやったよね。だって。さっきあそこ登ったよね、僕。違ったっけ？ちょっと考えてもしょうがない。もう一回行ってみよう。どっちにしてもここに1本立てて帰るかな、1回。1回。で、やり直すか。その方が早い気がしてきた。で、こっからまた続きやればいいじゃん。よし、そうしよう。とりあえず1回帰ろう。だって、はしごがね、はしごもっといるわ、いっぱい。よし、とりあえずここに1一本回立てます。転三方面に行って下見するしかない。うん、そうだね。まずこれ1回立てて、で、向こうの仮置きのやつをまず一回取っ払おう。どれだっけ？これこれこれ。これをまず。はい、ピース。で、一回戻ります。これ絶対さ、ここで降りるときになんか下に落ちそうだけどね。こういうとこに立てちゃダメなんだよ、ジップライン。ね、叩き落とされるんだよ、下に。まあいいか。あと BT 対策。そう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 、BT を気にしないでここを抜けていきたい、それだけ。あ、いいかも、このまんまで。おっかねえし、あそこ降りたくねえ降りし。るとき方向を決められるの知らん？え、本当に？ 本当に？え、どうやるんですか？それは知りたい。ぜひ知りたい。僕いつも叩き落とされるんですよ。視点の方向によりるよ。え、そうなの？え、例えば、じゃあこっち向いて、こっち向いて降りたらこっちに降りるの？本当だ！本当だ！初めて知りました。まあでもあれ、360度落ちそうだけどね。こっち行けるの？あ、なんかここに1本できてるな。まあこれはこれか。あ、ダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。あ、でも上ならいけたかもしれないね。そしたら1本いらなくなるじゃん。そしてこっちへ、じゃあ降りたい。踏ん張り。本当だ。そしてやばい、 BT。 さっき晴れてたのに。
りあえず行くか。待って、いる。あ、割と遠いわ。ちょっとやってみる？チャージ式。本当だ、一撃だ。そうか、パワーが高いのか。そういうことか。そういえば、うん、最大切りもできるし、近づいてみるのもあり。僕ね、最大切り一回もやったことない。できんのかな。僕でもできんのかな。最大切りね、一回もやったことない。息止めすれば余裕。息止めのボタン、何ボタンだったかな。R3 落ち込みだったかな。ちょっと待って、いた。R1。R1？ ありがとうございます。ちょっと待って、今、最大見えたよね、今。あれ、今、最大見えたよね。怖えー、どこ？また離れよう。離れよう。あの山の上ね、行けるかな、あんなところまで。あの山の上だ。これは無理だよね。これ無理でしょ。上立たないでしょ、これ。どう考えても高いけどさ、無理だよ。危ねえ危ない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 。行って、ごめんね、ごめん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 ってごめん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 ごめんごめんごめんね。はい、行こう行こう。はい、行こう。はい、行こう。はい、行こう。今僕ね、コントローラー振ってますよ。コントローラー振ってますね。一人でテレビの前でコントローラー振ってます。いい子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 、笑って笑って笑ってくれ。寝ちゃった。ここだね。ここが安定か。で、向こうとつなぐか。ここと繋ぐか。それが一番いいな。で、今後のことを考えて、なるべく高いところがいいよね。この上に立てよう。え、バイバイ。あ、雨止む。雨止んだ。雨が止みました。和骨、気がついたらミュールになってた。どうもいらっしゃいませです。ちょっと待って、これここだ、ここだ、これでしょ、ここでしょ、これだ。正解はここでしょ。あの穴通りたいけど、あの右側の穴すげえ通りたいけど。フラジャイルジャンプしてボートドットから攻めてみたら。ああ、なるほど、そういう手もあるか。どうすかな。それ決断するの今だよね。それ決断するのは今だな。これで戻ればいいんだよ、これで。なるほど、それは確かにありかも。いや、でもどう、向こうから山登る。いや、うんうんうん、よし、そうしよう。ありがとうございます、そのアイデアいただきました。そしてもう一回マッツにお誕生日おめでとうって言ってもらおう。よし、そういうことだ。よし、行くぞ。3度目のお誕生日おめでとう言ってもらおう。よし、ありがとう。あ、そしてさら、もうさすがに靴変えるか。さすがにもうやばくない？何回も見れるの面白い。いいよいいよね。もう今日だけだからさ、もう今日という日が過ぎたらもう見れないからさ。